はい、どうも秘密結社フェノム創生発注でございます。今回は、今夜も結果論ということでですね、2月の14日分ですね、こちらの前半の振り返りをしていきたいと思います。対象レースが共同通信杯、拳賞、アスナロ賞、東京4レース3歳1勝クラスということでね、この4つについて振り返っていきたいと思います。まずはね、共同通信杯ですね、こんな結果になりました。エフフォーリアがね、強い競馬をして勝ったし、横山武史の騎乗も良かったということでね、皐月賞ダービーに向けて一つ、そしてね、ステラベローチェが負けたように2歳 G1 勢のね、レベルってやつについて、今回疑問が持たれるような結果にもなったんじゃないかなと。もちろん叩き台ではあったし、1キロ重かったっていうのもあるんですが、それにしてもね、2歳の G1 勢がその前の、ね、前哨戦からして出てきた馬たちの指数面、持ち時計の面で、そこまで上位勢が出てきてないんじゃないかなというようなところがあったんで疑問視していたんですけれども、それを裏付けるような結果になったその1というところですね。この後の弥生賞もそうですけども、そんな形でですね、エフフォーリアが強いところを見せた。もちろんこう2歳 G1 がそんなになと思った時には後からその分素質馬が出てくるわけですね。7000頭毎年生産されて、毎年同じように調教をして、だいたい上の方がこんなもんとかね、そういうレベルって毎年そんなに変わらないと思ってるんで、2歳勢の G1 出走馬がそこまででもない時にはその後からの勢力に注目をしたいという意味ではね、エフフォーリアなんかは非常にそういったレベルにあるんじゃないかな、クラシックで構想するんじゃないかなと思える馬だなと思っています。ですのでね、この辺でエフフォーリアだったり京成杯のね、レースの勝ち馬だったりね、その辺っていうのが今後も注目なのかなと思っています。そしてですね、拳賞ルチェカリーナが勝ちましたということでね、ちょっとね、話題馬の2頭でね、軸選んだのが軸これかなと思った2頭が爆死して、残りの紐2頭でね、決まってくれたんで、人気薄の狙いは悪くなかったんだけれどもという感じになってしまいましたね。ただこれ時計面はね、比較的優秀だったんで、この2頭今後ちょっと注目してみたいと思っております。そしてね、アスナロ賞なんですが、逃げ切り勝ちというやつですね。ローカルで逃げたら、ローカルで逃げて勝ち上がって、その後、阪神とかね、その辺だったかな、でダメだった馬っていうのがそのまままたね、平坦の小倉には変わって逃げ切ったみたいなレースだったんで、ね、こういうね、逃げ馬のマークっていうのをね、怠ってはいけないっていうのもまたね、毎回反省するやつだよねと言いつつ、一頭まずそういうの紐に入れようよっていう話ですね。そして東京4レース3歳1勝クラス、こちらはね、20丸は良かったし、比較的ね、穴目の紐も拾えてるんですが、2着だけ抜け、14番人気、14番人気じゃ仕方ないよねっていうのとね、乗り換わりをね、安城強化ってんでね、それだけで狙ってればっていう感じだったんで、それぐらいしか思いつかなかったんですけども、もうちょっとで取れた馬券だったななんていうふうに思ってます。そんなわけでね、馬券も当たってないですけど、また今回のね、振り返ったあたりは馬券も当たってないですけれども、その後もね、ちょいちょいやってってるんで、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。以上、ハッチーでした。